はレンさん、こんにちは。んでしたよ。うで、皆さん、こちら見ましたでしょうかまあ、右上にね、予告と書いている通りですね。まあ、新登場キャラについての情報っていうのがちょっと出たんでね、まあ、今回動画撮っているっていう感じになってるんですけど、まあ、新しく出るキャラっていうのを予想したらですね、これ、テニス野郎ぬいぐるみであったりとか、スター街戦フェスガジチケット55枚っていうのが3名ずつに当たるっていう感じになってるので、ぜひね、このキャンペーンには応募していただけたらなと思います。で、まあ、その応募方法に関してはですね、その下に書いている通り、まあ、白猫テニス公式ツイッターフォローしていただ かつ、まあ、ハッシュタグ白手に前夜祭キャラ予想っていうのをねつけて新登場キャラの予想をして、まあ、1キャラ以上ツイートすれば応募完了っていう感じになっておりますなのでまあこれ別に当たってなくてもいいんじゃないですか登場するキャラを予想するだけでねもらえるって感じになってるんでまあ別に分からなくても適当にキャラクター1体ポンって書いておけばまあ、いいんじゃないかなと思いますでまあこのねあの期間に関してなんですけども今週の金曜日6月25日の15時までとなっているので、まあ、これまでにはあのと ツイートしていいたただけたらなと思いますでまあ6月25の15時までっていうことやから多分ね金曜日の16時にあの新キャラが来るって感じになってるんじゃないですかねちょっと分かんないですけどねでもまあ 土日に来ることはないんで、まあ、金曜日に来るんじゃないかなとは思います。まあ、金曜日に来なかったら月曜日になるでしょうという感じになってるんですけど、まあ、これが手がかりになっております。この画像がね。この画像が唯一の手がかりって感じになってるんですけど、まずま、あ奥に座ってるキャラいるじゃないですか。これね、まあ、誰かわからない方も結構いるかなと思うんですよ。僕も白手にしかしてないから、白猫プロジェクトのキャラ知らんからね、あれやったんですけど、 あの、見た感じはなんか、ワイスとかさ、レクトに結構似てるじゃないですか。なんかこの白髪の感じとか、もうワイスが結構俺見た目好きやからさ、来てくれたら嬉しいなーとか思うんやけど、どこにおるん、ワイスおったほら、ちょっと似てるっしょ <laughs> けどね、多分違うんすよ。ちょっとね、あの、 何か t ょっのバグ見ていたるでしょ何か次回おいおっおい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 ってなってるでしょこれね <laughs> こ,れこのあとね運営さんが引用リツイートしてて「すいません誰かにアカウントを乗っ取られてしまったようですアカウントを乗っ取ってしまうえ乗っ取ってしまうほどの天才ハッカーは一体誰なのでしょうか?」というこういう茶番みたいなことをしているんですけど <laughs> まあこれからはねあのー、予測するに、まあ、カルマというキャラがまあ一番ねあの当たり これの説がすごい高いって感じになっております。まあ、あの、なんか画像見た限り髪の毛緑色じゃないから違うんかなとか思ったんやけど、まあ、これね、一番上のところとかさ、これ、ほら、潜入ハッカーって書いてるから、ま、あほぼカルマで間違いないんじゃないかなと思います。まあ、ほとんどの人もカルマは言ってますしね。で、ま、あとの問題、この二人、あと二体が誰かっていうことですよ。でも一、まあ、人は多分ミーアなんですよ。こちらのね、キャラ、ほら、めっちゃミーア、ミーア似てるでしょ。えっとね、ミーア探してみましょうか。そうミーア僕いるんでね、ハードコートやね。ハードコートばっかりやね、さっきから。ああ そうかワイスは別に出てこーへんから関係ないんか <laughs> ほら結構似てるでしょこんな,う,迷わないうんまあこ多分こんな感じほら結構似てるでしょ今皆さん見えてます なんか結構似てると思うんで、ミーアはね、ほとんど来ると言っても間違いないんじゃないかなと思います。これなんか、なんやこれなんか、花飾りみたいなが横にポンポンって、プレゼントのね、放送のところについてるやつみたいな、<laughs> ついてるかなと思うんやけど、まあそれもね、影でちゃんと描写されてるんで、まあミーアはほぼ確定でしょうっていう感じになっていて、あともう一人は結構問題、問題なんですよ。僕これね、ジュダやと思ったんですよ。ちょ、このマーク覚えておいてくださいね。この鍵穴みたいなマーク。この鍵穴みたいなマークって、俺のおしのね、あの、ジュダに そっくりなわけですよ。ほら、見て、この後ろのこれ、こう一緒、一緒、ほら。 これ一緒やかこれジュダかなと思ったんやけど今愛車説がね一番高くなってるんですよなんでかっていうとねちょ俺俺温泉愛車しか多分おらんと思うんやけど温泉愛車おった温泉愛車ねこれちら見てほしいんですけど左足にねこれ X って書いてるでしょ見えますこのなんか黒のタイツに赤い色で書いてるから見にくいかもしれへんねんけどその動くなお前 <laughs> まあ X って書いてるでしょこのね映像のねここにも X って書いていてプラスねこれあの上になんか赤くなんていう注意マーク的な あのー、ほらサクサクに書いてあるじゃないですかこれね反転して見てあげると「リジェクト」って書いてるんですよ愛車っていうのは反射系のキャラじゃないですか SS 打ったらだいぶギミックを設置することができてそのだいぶギミックで、まあ、返球した時に相手に反射するっていう能力を持ってるので、まあ、リジェクトって日本語で反射じゃないですかなのでめちゃめちゃ愛車説が高いって感じになってるんですよ あの、今までもね、その、なんて言うんですか、女性キャラ一人、男性キャラ二人っていうパターンはあんまりなかったらしいんですよ。あるか、あの、それがあるかどうかも知らんねんけど、まあ、とりあえず、なんか、女性キャラ二人、男性キャラ一人の可能性が一番高い、プラス、まあ、あリジェクトと、まあ、この、あ、ほんでこのマークね、なんか、ジュダかと思いきや、まあ、じゃないっていう感じ今なってるじゃないですか。で、ま、ああのー、このマークがね、どこにあるかっていうと、ラケットが結構ね、これ似てるんですよ。ちょっと探す難しいな、これ。あのね、えっとね、 まずまーー、ま、クレーコーんクレーコートやね。クレーコートでこんな見た目のやつ。これ MVPI してんねんけど、まあ、ほら、この時点でも結構似てるじゃないですか。で、初期のやつもこんな感じなんですよ。なので、ま、これが結構ね、まあ、これと、ま、似てる模様やから、愛車説ってのが結構高いっていう感じになっております。はい。まあ、誰が来るかはわからないですけどね。みんなどんな感じの予想してるんやろかな。ちょ、これで見たらいいんやったっけど、どれで見たらいいんかな。白猫テニスの公式のところに行って、 これですね白手に前夜祭キャラ予想ってやつ言っていただくとまあ、僕はねジュダ・カルマ・ミーヤ、まあ、あの期待も込めてねジュダって言ってるんですけど一応まあ愛車説もあるよみたいなことをね皆さんにも伝えてるって感じになってるんですけど <laughs> いやほんまジュダ来てくれたら嬉しいんやけどみんな何言ってんのかないやヨメスって言ってる人おるわこのヨメスっていう人が <laughs> カルマ・ジュダ・ミーヤはいはいはい。 アイシャミヤカルマ。なあ、そうやんな。やっぱアイシャの人も多い。でも、ジュダって言う人も結構いるから、どっちになるかわからんけど、今のところはジュダ説が一番高いかなという感じにはなってるので、まあ、あの、なんて言うんですか。絶対当てたいよっていう、神経を当てたいよっていう方はですね、ぜひとも。 愛車、あのー、ミヤカルマという感じでツイートしていただけたらなと思います。で、これ、いちいち「白手に前夜祭キャラ予想」で書くのめんどくさい人もいるかなと思うんで、そういう人はね、危な <laughs> 拡張するとこやった。えっ、ー、と、そういう人は、まあ、こっからね、ツイッターでつぶやくというボタンがあるので、こちらを押していただけと、ツイッターに飛んでね、勝手にこうやって書いてくれますので、まあ、これでね、まあ、勝手に、まあ普通にこっから、えっ、ー、と、カルマ、えっ、ー、と、み で、えっ、ー、と、誰やったっけあともう一人。<laughs> えっとー、ハッカーの公演ねんけど。あ、それカルマか。カルマミア、愛者か愛者。愛者っていう感じにやっていただけたらなと思います。え、文字数超えるやん。<laughs> そんな、そんな欠陥なことあるまあでも、賞味、この、なんていうんですか、白手に前夜祭キャラ予想というハッシュタグさえついていたらいいので、まあ、他はまあ消すみたいなんで、あの対応していただくとツイートできるかなと思いますので、ぜひね、このようにして、まあ、参加していただけたらなと思います。 で、まあさっきからちょくちょく出てる通り僕もツイッターやってるんでよかったらツイッターもねフォローしてくれたら嬉しいなと思います。まあ毎日白テの誰よりも楽しんでる関西人です。まあ僕大阪住みなんでね関西人って感じになってるんですけど、まあツイッターでは僕の日常と短い動画を投稿してるということで、まあ YouTube には上がらない、まあ短めな動画を投稿してたんですけど、最近はあんま投稿できてないですね。まあめっちゃ面白いやつはリツイートしたりしてるんで、まああれなんですけど、あ、そうや、最近俺チャンネル登録者数7777 77人超えてさ、あの嬉しかったっていう。 いうツイートしましたね懐かしい <laughs> <laughs> あまあ、ここにも書いてる通りね、たまに見るけど登録してなかったわーって人もね、いるかなと思うんで、よかったらね、チャンネル登録もしてくれたらなと思うし、ツイッターも同時にフォローをペペンってしていただけたらね、僕が喜ぶという感じになってますので、まあ、よかったら、あの、してくれたら嬉しいなと思います。これ結構面白かったで、ね、面白かったというか、これ、ラインズマン 2O の、まあ、アップメディアさんのサイトあるじゃないですか、それで、まあ、ラインズマン 2O 誰で有利取れるかな、みたいなの調べとったら、そのコメントのところに、あの、キャンやでって有名なんていう、 コメントがあってそこの,あの高評価低評価の割合がね低評価の方がめっちゃ多かったっていう <laughs> まあ普通にね俺と関係ないコメントやからかっていうね、あのー、結論に至ったんやけど、まあ、そんなんがあったりとかあこれも懐かしいな。 この、皆さん食べたことあります食べ比べしたこと。スーパーカップとモーとハーゲンダッツ。ま、あ値段さ、やっぱハーゲンダッツが一番高くて、二番目がモーで三番目がスーパーカップって感じなんやけど、これって値段に比例して美味しくなってんのかどうかを、ま、あ調べようと思ったら、あの、知らんまにハーゲンダッツだけ親に食べられてしまってるっていうね。ほんで、その次の日にハーゲンダッツ3つ帰ってくるっていう。ま、あそんなもあったりしたんですけど、皆さん的にはどれが一番好きですかま、あ結局ね、あの、僕、これ全部食べ比べたんですよ、1日に。全部食ったわけじゃなくて、ま、あ3口ずつぐらい食ったんで、 んですけどまあやっぱハーゲンダッツ美味しかったですね僕今までそんな食べたことなかったんですけどまあスーパーカッパー若干ガリガリくんみがあるなんていうちょっと氷感があるんですよだから あのー、まあまあ、あの、それが食べたい時もあるかなと思うんねんけど、濃厚なアイスを食いたいんやったら、スーパーカップはやめた方がいいというのが、まあ今回の気づきでしたね。で、モウは結構牛乳味がある。<laughs> 結構なんかミルキーな感じで、まあ、ハーゲンダッツはもうシンプルに、なんかスーパーカップのそのガリガリ空カをなくしたバージョンがハーゲンダッツっていう感じになってました。で、まあ値段もね、まあ結構変わるんから、スーパーカップ の方がやっぱでかいし、しかも値段もハーゲンダッツの2分の1以下っていう感じになってるので、コスパを考えると、まあスーパーカップとか、なんならもうめっちゃでかいなんか、なんてバケツみたいなやつもあるやんか。まあそれ買うのも一つかなと思うねんけど、まあそこまでアイス食わへんし、それやったらハーゲンダッツでいいかなみたいな。スーパーカップ、これ一パック俺食えないんですよ。一 <laughs> 日で。だからまあ結局、まあ、ハーゲンダッツぐらいしかどうせ食わないんで、まあこれからは僕ハーゲンダッツ買っていきたいなっていうあの結論に至ったって話です何の話してんねんだ <laughs> 感じであるんですけど、とりあえず あの皆さんあのー、これね応募するだけで当たる可能性はあるので是非ねこれあのやってください「白猫手にする」公式をツイッ,公式ツイッターフォローしてかつこのね「白手に前夜祭キャラ予想」っていうのをハッシュタグでつけていただくとまああのー、いけるっていう感じになってますんで是非ねやってくれたらなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバーイ。